の学び方とか身につけ方に関するちょっとしたアドバイスなんですけどねコーチング学びたい人ってあのまあ、真面目だしいい人が多いんだよねでそれは本当に素晴らしいことなんだけど真面目だしこのいい人ってね裏を返すとねなんかやっぱりちゃんとしてたいとかでねあのしっかり結果を出していきたいとかそれからなんかその人にもいいねとかねあのちゃんと認めてもらうとかっていうことをやっぱり大切にするとかでこれも 悪いいいいこここととととじゃゃなななんんだけど、あのね、ね、れが行き過ぎちゃうと、ね、ちうょっともっもたいないことになるんですよねまあ、コーチングに限らずなんだけど最初からもう完璧にうまくいくとか素晴らしいことが起こるっていうことはなかなか起こらないだってまあそんないいやり方があったらもうとっくに世の中にねそれ広まってると思うんですよでコーチングは素晴らしいんだけどでもねそれが使いこなせるようになるまでにはやっぱりね時間もかかったりとか何かこのコツを使うまでは。 ほら同じレシピ見て作っててもなんかねコツ掴んでる人すごく美味しい料理出せるけどそうじゃない人ちょっともったいないみたいになるじゃないですかだからコツのところをしっかりつかむためにはコツをしっかり学ぶことも大切だしそれからあとは練習しながらそれをちゃんと自分がね再現できるようにその経験から学んでいくってことも大切だったりするのまあ要は最初からうまくいかないことも多いわけですよでその時にね、まあ、だからコーチングで言うとねなんか自分がコー,チングコーチとして関わってもなんかこう クライアントがね、わーって、あ、これだったんですね、わかりました、ありがとうございます、みたいに、まあ、ならない時もいっぱいあるし、最初はね。で、あとは、自分がコーチング受けるときも、なんか慣れない同士でね、向こうもコーチング始めたばっかりの人だったりすると、自分もなんかそんなに劇的な変化は起きない。で、この時に、真面目な人とか、なんか結果出したい人は、これじゃダメだとか、何かが違うとか、やっぱり自分に向いてないとか、こんなことには意味がないんじゃないかとか、これやっててどうなるんだろうとかって、そう思っちゃうと、もったいないのよ。その先に、いろんなこと体験しながら、コツをつかんで成長 してていいくっっうう可能性が狭まっちゃうのねでこれすごくもったいないと思うんでね例えで言うんだけどなんかねあちょっとこれ不機嫌になる人いたらごめんなさいあのねなんかつまんないお母さんみたい、まあ、お父さんでもそうなんだけどにならないでほしいんだよね要はなんか子供がさなんかどっかで遊んでてなんか変なね、まあ、なんかゴミ <laughs> のようにも一見見えるなんか石ころでもさ木の棒でもなんか,なんかでもいいんだけどなんかこう拾ってきたとね。 で、それに、なんかそんなもん持って帰ったってしょうがないじゃないとかね、置いてきなさいとか、汚いとか、意味がないとか、価値がないとかって言うんじゃなくて、あ、なんか拾ってきたね、面白いねと。で、これなんだろうっていうね。このなんか、オープンマインドだったり、とにかく見つかったものを喜ぶとか、ね、で、なんかじゃあそれ使って一緒に遊んでみるとかね。 であのっていうのが大切でいや確かに何かその拾ってきたものっていうのはそんなにね別になんかじゃあその拾ってきたものがすぐねじゃあうちで何かの役に立つとか職場に持ってって役に立つとかもちろんそうならないんですよ。でならないけどなんかでもこんな風に使えるとかこれこうしたねこうった押してみたらとかねこうやってなんか振り回してみたらこうやって面白いとかあのそういうの一緒に 楽しみながらなんか他には何があるんだろうとかねもっとどんなことができるんだろうって考えるのが大切でだから何が言いたいかっていうとねコーチング学び始めた時とか、まあ、新しい技術とかねやり方を学び始めた時はとにかくオープンマインドで何に価値があるとかね意味があるとかね効果があるとかね結果がすぐ出るとかねで人に認められるとかちょっとそういうことを脇に置いといてでオープンマインドでとにかく起こった出来事なんか気がついた考えたやってみたその結果起こったことをちょっとこう楽しんでちっちゃないいとこ見つけて面白いねってあのこういうふうに言って ていくと自分の中のねこの、えー、もっといろんなことやってみようという部分が育ってくるしで、そこがさらにいろんな体験させてくれる中でだんだんコツをつかんでいくということがあ,のあるんじゃないかなということなんですよ。だから最初からあんまり結果を求めないんで,、あのーね、で、人から認められたり結果が出たりとかね、うまくやれたりということをちょっと一回脇に置いて実験をして、でそこで起こったことに小さなことに気がついて喜んで、<laughs> ね、僕も先生にね、あのワンダー、ね、あのちょっとしたことに その驚きとかね感動するっていうその気持ちが大切だっていう風にあに言われてきましたけれどもだから些細なことに喜ぶで楽しむで実験してみる面白があるねでそういうことの中から本質につながっていくってことがあるんじゃないかなとまあこういうお話ですですから真面目な人とかとにかく結果出さなきゃっていう人は一回脇に置いてねでちっちゃなものかもしれないけど体験から出てきたものを楽しんでみる使ってみるそこから学んでいくねでだんだん成長していってどっかでね あのちゃんといいコーチができるようになりますよ。ということです。参考にしてください。それでは。